久保です。どうもいつもお世話になります。あの吉谷さんね、いい言葉を思い出しましたよ。昔ねこんなことを聞いたことがあって、私もねコンサルの時に話すんですよ。それはね、困難がなくなることはないと、だけど困難だと感じなくなるよっていうふうに言ったことあるんですよ。例えば自力で月収5万とか10万稼ぐことって、まだねそれを体験できてない人に対してはものすごくね難しいことに感じるんですよね。で斎藤亮さんしたりとか YouTube で動画アップロードしたりとか、いろんなネタを探したりとかっていうのは、まあ、情報発信にはつきものなんですけども、まあ、これはね結構ね、困難なことなんですよ。難しいことなんですよ。でもずっとやってると、まあ、難しいことのはずなんですけど、なんかねそう思えなくなってくるんですよ。事実はそこに同じ形であるのに、それに立ち向かう自分自身が、いや難しいな、めんどくさいなと思ってたところから、同じものはあるのに、まあこのぐらいだったら大丈夫だよねっていうふうに思えるようになっちゃうんですよ。いつの間にかね、月収100万って大変なんじゃないかなと思ったんですよ。確かに大変なんですよ。でも大変だと思えなくなってくるんですよね。月収100万、まあ悪くても150万ぐらいいくからな、まあでも大変だよねみたいな感じですよね。で同じ24時間365日使って、1ヶ月は30日、勤務時間はそうですね20日とか25日ぐらいですか、長い人でも。まあでもね、同じ時間過ごすのに、同じようなことをして同じような体力使うのに、かたやわー大変だったーってか150万、かたやうわー大変だったって15万、これ何なんでしょうね。ちょうどね、あの先日、本当に2日前なんですけども、速稼塾の塾生さんからまた長いね動画いただいて、ずっと見てたんですけども、あの最初は月に1万2万ってなかなか稼げなかったって言ってたんですよね。最初ポイントサイトをやってて、なかなか案件見つからないよみたいなね。それでもうないんじゃないですかって問い合わせがあって、で私が、ね、これあるでしょって、こういうふうには見つけ方するんですよって言ったら、あ本当だみたいな、でもこれなかなか見つかんないですよねって、そうそうなかなか見つかんない、でもキーワード検索見つけ方も分かったでしょ、あとこれで応用だからキーワード変えるだけって言ったら、まあ探すのが難しいポイントサイトとかセルフバックの案件も探すコツを覚えたら困難に感じなくなったそうなんですよ。確かに目立つものばっかりに目がいっちゃうんですけども、目立たないものを見つけられるようになると、誰もが気づかないようなね高案件を、高い案件、すげえいいやつを、まあ、ヒットすることができて、で稼ぎやすくなったということなんですよね。で月収100万いくとそれを切らなくなるようになったって、これ久保さんが言ってたのは確かにそうだって言ってましたね。月収20万とか30万からいきなり80万ぐらいにバンとジャンプアップして、それから月収100万をね切らなくなってきたっていうか、同じことをしてるのに、まあ、悪くても120、30万いくらしいんですよ。まあそうだよねって感じですよね。同じことしてるんですよ。昔も同じことしました。その方はね3年ぐらい前に速稼塾入ったんですよね。2017年から18年の変わり目ぐらいに入ったんですけども、もうまさに私が年末のあのセールス動画を見て入ったらしいんですよ。で最初の1年は本当にね月に1万が稼げなかったらしいです。で塾費用も払っちゃったし、これどうしようかって思ってたらしいんですよ。で2年目ぐらいから同じことをやってる、1年目と同じことをやってるのに、なんか知んないけどこなせる量が増えてきて、で3年目になって今年ですけどもね、月収100万乗ったあたりからもうね、そのスピードとか案件を探す器用さとかがもう成熟してきたんでしょうね。悪い時でも100万切りそうないですわって、仮に100万切って最悪の最悪で50万でも全然収入に不安はないですとかね。確かに50万もらってたらいいですよねという感じでね、あの困難がなくなったわけではないと、困難に思えなくなっただけということでね、私すごくね、あ、よかったなと思いました。その方はその方で、あのこれからねまた新しい道を見つけていくんでしょうけども、でも、まあ、お金のことはこの3年間で完全クリアしてね、まあ、とりあえずフリーになって月収100万があればまあ困んないと思うんですよ。で悪い時で月収120、130万で止まるって言ってましたね。わ、今月全然来てないやって時でも1週間目で70万ぐらい出て、それからもう本当にああ全然あと振るわなかった、最終着地120万ですわみたいなね、落ち込んでましたね。月収120万で落ち込むってどんな名プレイヤーなんだと思いますよね。まあでもそういう人をね作れて私も良かったなと思います。3年前は本当にね、なんだったかな、建築関係の仕事の下請けぐらいだったらしいですね。で全然お金ないし時間ないし体力がボロボロで、できることも限られてるって言ってましたね。そんなスタートから
本当よくついてきてくれました。で、残金の27万ね、速稼塾の一昨日振り込んでくれたんですけどね、よかったです本当に。月収100万だから1年繰り返したら1000万じゃないですか。27万払うのへでもなくなったでしょうね、きっとね。もう私もだからね、別に最初に3万払ってもらって、その後ずっと3年間もう何ですかね、請求もしたことない、まあ、誰に対しても私請求したことないんですけどね。でもやっぱり儲かったりすると真っ先に払おうと思ってくれたみたいですね。まあ、それからなんかやっぱりね、大変なことは変わんないけど大変だと思えなくなってきたって言ってましたね。で今はその派遣かなんかの仕事辞めて、ガテンの仕事辞めてね、下請けの仕事でパソコンばっかりやってるみたいですね。 YouTube を見るのが半日ぐらい見て、あとはなんかそのいわゆるビジネスめいたことをしてって感じみたいですね。まあ、コンサルは自信がないからまだ取らないって言ってましたけどね。まあ、コンサルがいるようだったら久保さんとか回しますよとか言ってましたんで、速稼塾に入ってくれるみたいですね。その方がなんかお金の問題に直面したら、自分は教えれないけど速稼塾入ったらいいよって推薦してくれるみたいなんで、まあ速稼塾もね、紹介制度でも作ろうかなってことですからまああんまり紹介制度作るとね、私たくさん売るためにやってるわけじゃないですからね。私はもう本当に速稼塾入塾生が全然ね、年に2人とか3人とかでも全然構わないなというところでございますね。まあ、だいぶ1000人超えてからね、今年も増えましたからね、1500人にはならなかったと思いますけども、まあ本当に嬉しいなと思いますね、そういうので言ったら。私もその速稼塾の運営っていうのが最初はやっぱ大変なことは大変ですね。私は感じたことないんですけどもいや膨大な量ですよ、やっぱり返信動画の量にしても、毎日来るメールの数にしても、返信動画だけでもね50本ぐらい撮るんでね、毎日ですよ。それ3分ぐらいにまとめないとやっていけないんで、3分ぐらいにまとめるようになりましたけども、ただ3分ぐらいの動画の中に言いたいことがね、7ポイントとか、いや8ポイントが入るんですよ。10個は入んないですけども、だからいろいろご質問いただいて7個の回答を動画の返信動画の中に入れるみたいな感じですね。私もなんかね、面白くなってきたなっていうところですね。まあそんな感じですか。いってらっしゃい。寒くなりましたんで今日。